アンビシャスミッション。はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、アンビシャスミッション輝ルートパート22、続かれていきたいと思います。始まったはずの夏休みの最初の夜に呼び出され。なーに、かぐや、もう仕事？ええ、急ですね。ビッグフィッシュのありかが分かったと。そんなところよ。どこかピリピリしてるかぐや。最近はずっと緩んでたから少し違和感がある。怪盗としてのかぐやはこんな顔してたっけ？ツバメに約束してるし、まずは経緯を話すわ。結論から言うと、私は餌にされていたみたいよ。インターポールが追いかけていた事件の。知ってた？いえ、ただ警察の動きが遅いとは思いました。あなたのお母様も当たり前に私を見逃そうとしてたしね。はい。お母様、石川光子さんとおば様はおそらくグルだわ。二人で私という餌を使って釣りに興じていた。国際犯罪を捜査するおば様がサホロに限定して動いているミスアルデの事件に無理やり首を突っ込んできたのは最初から変だと思ってたのよ。アリセ家の名前に傷をつけないようにってことだと思ってたけど、もっと大きな理由があったみたい。肩をすくめる影、利用されてたわけだからな。敗北感があるんだろう。おば様の狙いは多分投資詐欺。アリセの血縁者がいくらか怪しい信託会社に声をかけられてるとは聞いてる。 F コインの投資でしょうか。うちにも誘いが来ました。あれか、はあ、また分かりやすい口に。 F コインって詐欺なの？仮想通貨への投資は今一番年寄りが引っかかりやすい悪質な信託材料なのよ。数年前から F コインの投機がバブルを起こしてるのは何度かニュースになってるから知ってるでしょ。あー、よく聞くよね。バブル弾けたってニュースが出たと思ったら、次の週には最高益出たって。そういうこと。昔から小豆だったりカニだったり、こういう乱高下する投資先ってのはあるんだけど、仮想通貨は特に世界中が夢中になってる今後のことが見えない投資対象だから、夢を見せる意味では最適な材料なの。そして多数の人が夢を見た分、価値が膨れ上がるのが投資ってもの。仮想のお金っていう存在しないものを買うわけだから、小豆と違って不作にも、カニと違って不良にもならない。みんなが信じてる限り消えることがない投機対象。よく知らないけど食いつきたい人はいくらでもいる。そういう人たちにやり方をレクチャーして何割かもらうだけで、濡れ手に泡のボロ儲けができる。よくある教材商法だわ。教材商法って詐欺ではないんだ。ええ、だから警察は詐欺とは言えないわ。税金関係で現金化が難しいリスクや、レクチャー代をどの段階で取るかなんかを説明せずに悪質に取り立てる実質的な詐欺の手口が多いだけ。相手はアリセ家に連なる家の生まれ、つまり生まれつきのお坊ちゃんお嬢ちゃん揃い。そして今は時代に取り残されお金に困ってる。騙されやすく、いい土地や会社を持っててお金に困ってる。人類で一番詐欺に遭いやすい人種が大量にいる。そこが狙われた。お母さんやられた？いえ、でも危ないところだったとか。そう、運が良かったわね。おば様がギリギリのところで守ったみたいね。だと思います。あの人のおかげでツバメの母親は危機一髪で金を騙し取られるのを避けられたらしい。いい人じゃん。ええ、おば様は正義の味方よ。それは間違いないわ。警察官だもんな。20年前にも同じことがあったのは聞いてる。ちょうどファントムが荒らし回ってた頃、アリセに連なる家系が後ろから撃たれたって。ネズファイナンスだったかしら。ネズ？ネズインとは関係ないわよ。かな。でも気になるぞ、その名前。ファントムとこのネズファイナンスには何か関係があった可能性が高いわ。私にはわからないけど、おばさまはそう思ってる。結論から言えば本当に関係してたみたいね。私がアンビシャスを集めることで、その詐欺師がまたこの町を狙い出した。私はまんまとおばさまの餌に使われたってわけ。少なからずイラついてるかぐや。だがプライドには触れただろうか。それ自体は起こることはなさそうだ。かぐやも基本的には前世の人間だからな。
自分が餌になることで誰かが救われたなら、尺には触っても誇りはしない。さて、こうなると交換条件が成り立ってない。おば様はやりたいことを叶えたのに、私は最後のアンビシャスが手に入ってないもの。そこまで含めておば様の計画だと思うわ。つまりおば様には、このネズファイナンスを捕まえるまで私の目的が完遂しない確信があった。それってビッグフィッシュはホロコ様が？ええ、20年前にアンビシャスを一度は集めた怪盗ファントム。おば様はその人と知り合いみたいよ。なんだこの写真。20年前のこの部屋の写真、本のどこかに挟まってたのかしら。掃除したら出てきたわ。ああ、前に見たの。カケアのものだと思って適当にしまったけど、カケアは知らなかったらしい。この部屋はかつてファントムの拠点だった。おば様がファントムとどういう関係だったか、これは本人に聞かなきゃわかんないか。この写真のどっちかの人がファントムなの？それはわからない。使い捨てのタイマーがないカメラで撮ったものみたいだから、撮った人がファントムなのかも。っていうか、これおば様と、男は片方がうちの父、もう片方が今おば様の旦那さんでおじ様だから、ファントムだとは思いたくないわね。かぐやのお父さんがファントムとか？違うと思う。うちの父って私より運動できないから。撮った人、第三者が確実に一人はいるし、ここを利用したのがその4人だけだったかもわからない以上、そこに疑問を持つのは時間の無駄だ。問題はアリセ・ホロコおば様、彼女は一度12のアンビシャスが揃うところを見ており、そして今アンビシャスが揃いきらないことを前提にした作戦を立てた最後の一つのありかを知っているはず。取りますか。私にはその権利があるわ。おば様は私を利用したんだもの。利用し返す権利が。どうする、石川五右衛門さん。盗っ人の理論よ。私を盗む？先輩がどんな人かはもう分かってます。最後まで見届けてから判断します。ありがとう。行くわよ、見かけ。準備して。ああ。これが最後の盗み、最後の私の。ありますね。警部、出入り口すべてと窓すべてを固めました。外は北日本中から募った体力自慢でごった返しています。よし、人間最後は気迫と根性だ。体力で追い詰めてやれ。おお、しゃあ。待って、これは何の騒ぎです。はっ、アリセ主任、ご苦労様です。ちょうど主任が出かけてらっしゃる間に、また次の犯行予告がありまして、なんと日時が今日の夜。ちょうど本日ここに運び込まれましたビッグフィッシュなる宝石を狙うとのことです。ビッグフィッシュが？まさか。どうかされましたか？ビッグフィッシュ運ばれたのですか、ここに？ええ、先ほど。あ、確認はご遠慮ください。すでに厳重に封鎖してありますので。そう、どういうこと？南区のおじさまが先走った。お人よしの露伴君は作戦自体は言っていない。ビッグフィッシュが出てきてしまう可能性はなくはないけれど、そんなことがたった一日で。どうかしたでありますか？あ、いえ、ちょっと電話してきます。ここは任せました。はい、お任せください。出て早く。もしもし、こちら南区のお電話です。私です。おじさまはおられるかしら。ふわほろこが一刻も早く話がしたいと。カリストさん、そこで何をしているの？どなたのことでしょう。私は本日南区家の電話番を任されたものですが。
い、こちらにお願いします。ナンク先生、ふんす、こんなビルに何の用かね、小林くん。ですね、今日はとても大事な用がですね。ふんす、まあかぐやくんの月の君を信用せぬわけではないが、こんなか弱い老人をこんな外と連絡も取れぬビルに連れ込むなど、まるで誘拐のようだぞ。まあまあおじいちゃん、あとこの適度にエロくて見てるだけでワッホイなピチピチギャルは誰かね。誘拐犯だ、手を挙げろ。何？もうおじいちゃん、暴れてもこっから出られないよ。いいの？いいんですね。ナンク先生はこういうノリが好き。お嬢様のおっしゃる通りだ。ダメ、繋がらない。ナンクのおじ様はどこまで信用できる？ロハン君は壮大なペテンにかけられている。それはわかる。でも問題はどこまでがペテンで、どこからが真実なの。こんばんは。わあ、出たでありますね、怪盗ミッドナイト。今日こそ捕まえるであります。ビッグフィッシュは渡さんでありますよ。ビッグフィッシュって言うとこれのことか。手にしたきらめく石を差し出す。うん、もう持ってる。いかんおえでありますセリフ奪いましたね。待てあばよ。追ってくる警官の目を引きつけながら、俺は一足先に退散。うわー、マジであります。待て、大多数が追いかけてくるのが見えた。陽動の可能性を考えなさい。残っているもの、場所別で班を編成して。はい。混乱せず、まずは身元確認です。警官でないものが入り込んでいる可能性が高い。は、というと。一発でバレちゃった。さすが先輩が一番警戒してただけある。ゴエモンより警戒してた。ちょっとジェラシー。君、忍法闇鍋。電気が真っ暗だ。おい、誰か非常灯を。石川龍飛で蛇使い。ん？何かが足に巻きついて。あー、すっ転んだ。みんな床に注意しろ、何かいるぞ。床？そーっと。天窓です、窓に注意、何かが運び出されている。もうバレた。どうしましょう、どうしましょう。主任、指揮系統が混乱しています。指示を重複させないでください。指揮系統も何も私はここに。全員トランシーバーのチャンネルを変えなさい。今入っている私の声は偽物です。中庭の班は内部の班と交代、その後倉庫内を調べてください。ええ、内部班が調べた倉庫をもう一度。おや、チャンネルを変えられてしまったか。だがここまで混乱させればもう何もできまい。すごいですね、やっぱりね。どうしましょう。まずは侵入者の確保。ビッグフィッシュのある倉庫を固めますか。そもそもまだビッグフィッシュはあるんですか。パトカーを1台借ります。え、はい。ことの根幹を抑えねば。うわー、逃がさんでありますよ。今日はやけにしつこいな。自分はいつも全力でありますよ。それもそうか。でも警官の方も気合入ってないか。そりゃ今日のビッグフィッシュだけは絶対に渡してはいけないと言われていますので。いつもそうだろ。中でも今日のは特にダメだそうです。12個ある石を全て集めると所有者が不幸になるとか。は？
待っていてください。ロハン君、ロハン君いる？チッ、確かめるしかないか。警察の身で金庫破りなんて気がとがめるけれど、ロハン君の番号は確か。ビッグフィッシュ、ここにあるじゃない。最後の詰め手がただの煙幕。美しくないのは認めるわ。これが最後のアンビシャス。ビッグフィッシュ、20年前ナンク先生によって12の石は12人の信用できる人間に委ねられたけれど、ネズファイナンスの連続詐欺によって信用できる人間とやらも何人かが没落、持たされた石も所在が不明に。だから探すのに苦労したけど。そうね、20年前から町で最大の有力者だったアリセ家を見落としていたのは私のミスだわ。お待ちなさい。それをそこに置きなさい。持ち去ることは許しません。許さなかったらどうする？お互いに利用し利用された。これでギブアンドテイクじゃない。文句を言われる筋合いはないわ。あなたを利用したことは謝りますけれど、これはこの町のためだったのです。分かってるわよ。文句言うつもりはないわ。ならばそれをそこに置きなさい。その通りです。あの時計台にアレクレピオスの資料を残したのは私、ファントムのかき集めた資料を残したのは私です。この町に怪盗という裏の顔を与えたのは私たちのしたことです。古くよりこの町には石川五右衛門という時計装置が働いていました。家と家が連携、連帯してこの町を守る。いざという時は暴力装置である五右衛門が動く。町を裏で守る盗っ人。しかし時代が変わり、家と家の縁は薄れ、連携ができず、石川五右衛門の力は弱体化の一途。私たちはそれに成り代わる時計装置を作ろうとしました。それが怪盗ファントムです。ピカロを気取っていたのね。人を欺き、人から盗み、けれどその結果町からは悪人がいなくなる。悪を標榜しながら人々は正義だと微笑む。酔いしれました。私たちはあまりにも万能で何でもできると思い込んでいた。しかし怪盗ファントムは万能でも、それを演じる私たちは万能足りえなかったの。いつの間にか自分たちなら何でもできると思い込んでいました。何をしても許されると思っていた。何でも盗めると思っていた。何をしても罰されることなどないと。医術の神は200年前この地を開拓したウィル・クラーク博士が晩年にその手で石を剥ぎ取り、迂闊に使われることがないようにしました。その理由がわかりますか？使われることが？わからないでしょう。責めるつもりはありません。私たちも知らないのに十二の石をかき集めた。医術の神を蘇らせたあなたに同じ過ちを繰り返させるわけにはいかないの。それで一方的に利用しようって？そうじゃない。確かに誰かを餌にしようとは思ったけれど、まさかあなたになるなんて。あなた以外の誰かなら最後の一つビッグフィッシュは誰にも見つけられるはずがない。石は揃わない。だから全部自分の計算通りだと思ったんでしょ。傲慢ね。私は違うわ。待って。所詮あなたも私も傲慢なのよ。何でも盗めると思ってしまったその時点で
兄さん、助けて、あの子を守って、兄さん。もしもし、かぐや、どうなった？うん、ビッグフィッシュ手に入れたわ。みんなご苦労様、部室に戻って。よし、これで最後の一つもゲット。お疲れ様でした。ふわ。総員撤収します。うん、かぐや、みんなごめんね。はい、ということで、まあ、無事ね盗めたんですが、12個揃うと、どうなるのかなというところなんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。